まずは本当今シーズン、そしてもう今日もそうなんですけれども苦しい時、そしてそういうシーズンだったにもかかわらず、こうやって、たくさんの皆さん集まっていただき、我々が感謝を本当に、ね、伝える場なんですけれども、どちらかというと我々がこうたくさん感謝をありがとうございますとか、また頑張ってくださいとか、たくさんそういったものをいただける場になったことを本当に嬉しく思います。改めてありがとうございます。あまりしっかりとちょっと今日のことを何を話すか考えてなかったんですけれども、やっぱり思うことは、今日たくさんの方々と顔を見て、知ってる顔たくさんあります。でもう少しこう声を詰まらせて、くださる方もいらっしゃいました。そしてサインという中で、あのユニフォームもたくさん何枚もあるんですよね。これ何年度だなって、たくさんそういった思い出、ここで、僕は本当にこんだけ長い間一緒に戦っていただいたおかげで、作ることができました。なんとか来年 J2 で、今年苦しかったですけれども、戦うことを、その権利を残すことができましたので、ぜひこのゼルビアを今後もしっかりと支えていただき、 J1 への扉開いて行ってもらいたいなというふうに思ってます。本当に6年間2010年も合わせると7年間になりますけれども、たくさんの声援サポートありがとうございました。相馬監督ありがとうございました。それでは最後に本日会場にお越しいただき